イーズナゴンゲンを祀る高尾山芋王院のゴンゲン道、本寺衰弱とは、仏教が交流した時代に発生した、神仏集合思想の一つで、日本の八百万の神々は、実は、様々な仏が化身として、日本の地に現れたゴンゲンであるとする考えである。イーズナゴン権限、蔵王ゲン・白山ゴ,ンゲンンゴンゲンアタゴゴンゲン本寺とは、本来の境地やあり方のことで、衰弱とは、 あとを垂れるという意味で、神仏が現れることを言う。究極の本寺は、宇宙の真理そのものである発信であるとし、これを本寺発信という。また、権限の権とは、現代な言などと、同じく、臨時の仮のという意味で、仏が神の形をとって仮に現れたことを示す。本寺という思想は、仏教が各地で布教されるに際し、 その土地本来の様々な土着的な宗教を包摂する傾向があることに起因する。例えば、仏教の天部の神々のほとんどは、インドのヒンドゥー教を由来とする。この思想は、後に、後期大乗仏教で、本自仏大日如来の化身が、不動明王など、カジミであるという概念を生んだ。これに対し、衰弱という思想は、中国の宗主天文における後や、 ゆえんせきに由来し、精神の各像は、創始中で、これを、聖王の説明において展開させ、あと王者としての統治、主導とし、ゆえん、せきを、本質的な聖人として引用した。そして、ご神代のはじめがこれを仏教に取り入れた。はじめは、中唯まずめ教で、義の王筆などの、本末の思想を引用し、ゆえん、せきを、本と言い換えて、本を、 菩薩の不可思になる下脱とし、あとを菩薩が主上を強化するために次元した方便として使用した。日本では仏教公伝により古墳時代の物のべしと蘇我氏が対立するなど、仏教と日本古来の神々への信仰との間には隔たりがあった。だが徐々にそれはなくなり、仏教側の解釈では、神は迷える主上の一種で天部の神々と同じとし、神を 仏の境外に引き上げようと、農協や土蔵が行われたり、仏法の孤独をエコーされて、神の身を離脱することが、神託に謳われたりした。しかし7世紀後半の天武期での天皇を中心の国家体制整備に伴い、天皇の氏神であった天テラス大臣を頂点として、国づくりに徴用された神々が、民族神へと高められた。仏教側もその神々に敬意を表して、 格付けを挙げ、二つの説いた法を味わって、仏法を守護する五法全身の仲間という解釈により、奈良時代の末期から平安時代にわたり、神に菩薩号を付すに至った。一方で、資料などの小規模な民族神は、この本自衰弱説を用いずに区別した。例としては、権下神に対するミ類神などである。このため、仏教側では、 ゴンゲ神には敬意を表してもよいが、未来神は信奉してはならないという戒しめも一部に制定された。これは仏教の一線を守るという考えの表れと思われる。この本寺衰弱説により、ゴンゲン作りや本寺衰弱の図画なども生まれ、鎌倉中末期には文学でも本地仏と呼ばれる作品が創作された。戦国時代には、 さらに天都思想による、諸州は一つとする統一的枠組みが形成されるようになった。陰性や武士の台頭による政治の流動化、天才や戦乱による社会の混乱を背景として、末法の世の実感とそこからの救済願望が生まれた。そのため浄土信仰が盛んとなり、法然をはじめ新しい仏教諸州派が登場したが、それは伝統的な人義信仰の変容と再生も促した。 この終末意識には、俗産変度感も影響した。仏教のインド中心の世界観では、末法の世の日本の人間は堕落していて救済され、がたく正当な教家の方法では救済できないとされる。そこでふっつがかりに、神の姿をとってこの変度に現れ、厳罰をもって人々を教化し、救済を施行したというのが、本次衰弱説の意図するところである。 こうして、神々は、共同体の神から個人を救済する神へと変貌を、遂げた。鎌倉時代中期には、逆にフッツが神の御恩ゲで、神があるでフッツが従うと考える神本、仏弱説も現れた。神道側の仏教から独立しようという考えから、起こったものである。伊勢神宮下空の神官である、渡来氏は、神話、神事の整理や再編集により、 神道五武将作成、伊勢神道の基盤を作った。伊勢神道においては、現実を肯定する、本学思想を持つ天台宗の教義が流用されて、神道の理論化が試みられ、さらに空海に分けたくした、数種類の理論書も再編され、渡来幸忠、家行により、体系づけられた。半本寺水弱説は、現行以後の、日本は神に守られている。 神の国であるとする、深刻思想の高まりの中で、ますます発展していった。南北朝時代から室町時代には、反本寺衰弱説が、ますます主張され、天台宗からもこれに同調するものが現れた。次編は、旧字本義玄義や、豊か吉原、神風和則を表して神道に改修し、両弁は、人大監渉見聞や、 がをを表し、しこの説を支持した。吉田兼友はこれらを受けて唯一新透明法要集を表してこの説を大成させたしかし鎌倉期の新仏教はこれまで道理本寺衰弱説を支持した神の正体とされる仏を本寺仏という神々に腐敗される仏は宗派 信仰、寺院、神社によって異なる。日本の神の仏号は菩薩が多く、八万大菩薩は阿弥陀如来であるなど本事仏の仏号との相違も見られる。衰弱神と本事仏の一例を一家に示す。九世紀の頃、それぞれの神の言言号が見られるようになった。十二世紀の頃、それぞれの神の本事仏が定められていった。ありがとうございます。